ましておめでとうございます。神谷幸信先生の新春の集いが大勢の皆さんのご参加のもと盛大に開催されまして、心からお喜びを申し上げます。今日のビッグニュースは何といっても神谷先生の新春の集いと作新学院の選抜出場の決定だと思います。作新は55年前に春夏連覇しているわけですけれども、この間の夏の大会の優勝の時に大会会長が春夏春と優勝できるチャンスがあるのは君たちしかいない、しっかり頑張れと、こう言ったんですね。甲子園の閉会式の時に、なんでそんなこと言うのかなと聞いてましたけれども、春夏やって夏春やったっていうのはない、全国で初めてになるんですね。ですからもう大手かけたわけですよ。4つの優勝のうち3つ優勝してるわけです。だ春優勝すれば完全なんですね。ですから日本で初めてのそういう学校が誕生するかどうかということを大会会長は閉会式で言ったんだと思います。さて、昨年の秋には大変神谷先生、そしてまた講演会の皆様方にお世話になりまして、おかげさまで引き続き県政を担わせていただくことになりました。投票率も上がりましたし、得票率もさらに上がりアップしましたので、改めてこの場をお借りして御礼を申し上げます。一田代行からお話ありましたように、神谷政調会長の下で県内の市、町、あるいは関係団体のヒアリングを事前に行って、その上で県全自民党議員会、自民党栃木県連として予算の要求を過日頂戴しました。89事業1500億円に迫る金額になって、1500億円に迫る金額になっております。まあ、そこで、政調会長はさすがだなというふうに思ったことがいくつかあります。一つはさすがだなというのは気遣いができるということなんですけれども、県産材を使った栃木の家づくり事業、これを当初450で我々は考えてましたけれども、政調会長は150乗せて、600にしろと、まあ、こういうことで今気遣いっていう話をしたんですけれども、まあ両方変えてますからね、材木だけじゃないです。それから今までは県内で建物を建てる人に補助金を流ベース使った国数に応じて補助金を出してきたんですけれども、今度は県外、栃木県外で栃木のもの、栃木材を使って作った人にもポイント制で鹿沼の1号と交代する、交換するとかですね、鹿沼の和牛が選べるとかですね、そういう仕組みを作って県産材を県外でも栃木の家作りとして推進をする、これが150個、まあ、合わせて750個ということになりまして、大幅に県で支援する仕組みが拡充されることになります。ありがとうございます。それから各県立高校の校舎、それからは便器ね、今は和便器なんちゅうのはみんな使わないんですから、小学生は思考を踏めないんですね、お相撲さんの思考が踏めない、和便器使わない、みんな座ってやってるもんだから筋肉がないんですよ。だから思考を踏むと後ろにこう電撃がいっちゃうんだということを学校医の先生が、お医者様がおっしゃってました。ですので私は子供のためには和便器の方がいいんですけれども、そうすると学校でうんこしねえでそのままうちに持って帰っちゃうっちゅうんで、やっぱりこれは便器も洋式に交換していかなくちゃなんない。ついては全国平均が 45% ぐらいなのに、栃木は 38% ぐらいですからね、遅れてるんですね。ですのでトイレ、それから教室はもちろんですけれども、物質ですね、物質、
これがまあコウモリが夜になると飛び出すようなそういう物質のところがいっぱいあるらしい。らしい。私見てないんで申し訳ないんですけど、政調会長見てきたんですよ。見てきた。ですからよく分かってるんですね。で、まあ5年計画ぐらいを立てましたけれども、それじゃダメだと。前倒しをしてやれと。まあ、こういうご指摘をいただきまして、県立高校のトイレ、あるいは物質なども、5年かからないで、今年度予定しているものについては前倒しでできるように取り組めというご指摘もいただきましたので、子どもたちのために学生のためにも何とかしていかなければならないと思っております。みんないい便器、腰掛け便器使わないで卒業しちゃうんですからね。ですから卒業しないでちゃんと使えるように一刻も早くやっていかなければならないというふうに思いました。まあ、一例申し上げればそういうことで気遣いをしてもらいまして、県内全域に目配せをして、そして形のいい予算になるように補強をしてもらいました。改めて、ここでこの場をお借りして御礼を申し上げる次第でございます。25年経たないと県議会議事堂に肖像画がかかりません。25年経たないと県議会議事堂に肖像画がかかりません。12月議会で、お二人の現職の方が肖像画がかかりまして、宇都宮と足利ですね、13人ですね。戦後13人しか肖像画はかかってないんです。ですので、19年とおっしゃいましたか、25年経て、肖像画がかかる仕組みに県議会はなっておりますので、まあ、国会議員になられるのか肖像画をかけるのか、それ以外の道があるのかですね、それは私もよく分かりませんが、いずれにしても後援会の皆さん方のお力添えがなければ前には進んでいけないので、どうぞ引き続き神谷政調会長に対しまして物心両面でお力添えをいただきますようよろしくお願いを申し上げ、新年度の予算編成にあたりまして、多大なるお力添えを賜りましたこと、改めて神谷先生に御礼を申し上げ、誠に申し訳ないんですけれども、同時刻に農業をやってる人の中では最高位賞っていうのがありまして、大日本農業会とかなんか言うんですけど、秋篠宮殿下からもらうやつなんですが、それをもらった人がいらっしゃいまして、今日同時刻宇都宮市内のホテルで祝賀会やってますので、申し訳ありませんが知事としてそちらの方にも行って、一言挨拶をしなければなりませんので、この後失礼をさせてもらうことになりますけれども、お許しを頂戴したいと思います。神谷先生の今後ますますのご活躍と講演会の発展をお祈りして、お祝いの言葉にいたします。おめでとうございます。